Hello， 大家好，我是阿神。今天我们要继续玩《Neo 机动人形》。在上一集 Apple 我们突破了10000个喜欢，成功的结束了今天的 Apple。本来以为这个系列大概两三集就没有办法冲超过10000个喜欢了，没有想到到了第5集 Apple 还是有这么多 Bob 在 support 这个系列。我们可以就这样子一路到完结篇吗？你们的每一个喜欢对我来说都非常非常的重要。因此，要是你们喜欢这个系列，喜欢这个 PP， 喜欢这个美团的话，记得可以亲自花个3秒钟点一个喜欢，参与这个系列。那 yes， 你在偷看我吗？难怪你每次都走后面。今天这集阿贝秀呢，一样会送出一些小礼品送给 Bob 们，所以如果 Bob 们在今天结束之后，不妨花个时间来试试手气吧。我们要去找帕斯卡吗？没有啊，我想起来了，我们今天这集阿贝秀呢，我们好像是要去找机器小孩，对不对？不妨我们先来升级个我们的武器好了。我记得我有收集兽皮，对不对？对，我有收集兽皮。然后我可以去升级我的纯白系列的武器，好像是纯白契约还是纯白金齿啊？这把武器升级上去，攻击力有396哎，可是契约只有270而已。可是契约的挥击速度比较快，我喜欢配一把不一样的。那我们拿这个长枪好了，长枪配约定。因为约定我们也升过一级了，对不对？我到现在还是没有找到扭曲的铁丝，哎，我不知道那四个是去哪里打的。希望在路上的时候可以捡到一些。那我们升级我们的金齿好了，这样子我背后背的那两把武器就都是 level 2了。那顺便来看一下我们接下来往哪里走好了，因为我现在好像有点迷茫，不知道该往哪里走。这个是那个小孩，他说要去废弃都市找他。这个是音乐盒，要回到反抗军的营地。这个是没有办法解的任务。这个呢，这个是六欧的啊。有 Bob 告诉我说，六欧是 Nias 的通讯官，然后 2B 的通讯官是 21O 的样子。天才发明家，不要理他。听说要捐20万还是40万才能解完，神经病哦。这个也是要回去反抗军的地方，所以我们有两个任务是在反抗军。一个是在废弃都市，那我们朝废弃都市前进好了，好不好？对，朝废弃都市前进吧。废弃都市是往这个地方走，对不对？对，是往这个地方走。Nines， 怎么了？なぜ A2 の情報をパスカルに聞いたの？司令部に許可なく機械生命体にアクセスするのは推奨されない。はい。ごめんなさい。でもそういう好奇心旺盛なところは。嫌いじゃないよ。这个是成长吗？ありがとう。トゥビ。私たちの敵は機械生命体だから、それを忘れないで。是严厉的称赞呢，怎么一种甜滋滋的感觉？オペレーター6オより2Bさんへ。はい。定期連絡の時間です。こちら2B。問題ない。2Bさん、聞いてください。今日、花の画像データを見てたんですけど。怎么办？一定是垃圾讯息。バンカーに記録されてる少ない資料の中に月の涙っていう花があって、他又要说什么占卜。髪飾りとかにしたらクールな 2B さんによく似合うと思うんですよね。累积花是必要ない。まあまあそう言わずに、おしゃれは女子のたしなみですから。はい。また可愛いものを発見したら 2B さんに報告します。そんな情報必要ない。以上、オペレーター6Oでした。好可爱哦。六欧的个性真的是有够可爱，可是这样子看起来六欧很像是 2B 的通讯官哦。他说的泪之花是我在游乐园看到的那一朵花吗？那是泪之花吗？那是泪之花对不对？这个是 NPC 吗？不是，这是一个人欸。这又是什么？艾米尔是谁？艾米尔是那个吗？逃走的那个。多出了好多东西哦。我等一下想过去这个地方看看，废弃都市中央。中央不是崩塌了吗？哦，崩塌的是这个地方。好，我们先去反抗军营地，然后看一下下之后，直接用传送机器来到中央这个地方。然后还记得在上一集阿贝手的时候，我尝试自爆，然后传送之后衣服就回来了。所以今天这集阿贝手，我想找中间不太会用到传送的时间，然后自爆玩一趟看看。想说也是该带点福利给爆们的时候了，你们说是不是？走开，走开！肚子上面有锯子，感觉起来好凶哦。走走走，我们先到反抗军营地里面，先去把最后一张照片给那个失去记忆的人。我有点好奇他的剧情是什么。
收到邮件了。アクセスポイントからメール受信の連絡。是来自月球垃圾信件吗？你好，你交出森林的照片。这个是森林区的瀑布，好像是迷路才误闯此处的。也是啦，那边戒备这么森严，我到底是怎么去的？我全部都想起来了，这些照片是我的恋人传来的。我们在8年前的战斗中被机械生物团团包围，陷入危境。他不幸丧命，而我的大叔，大叔你真的是，他不幸丧命，我则失去了记忆。这是他在战斗时留给我最后的讯息。谢谢你们，能够回想起来真是太好了。一点微薄的谢礼，还希望你们能够收下。是啦，十九等了。感觉比那个博士给我的东西还好。是啦，解完任务了。坦白说，我曾想过要不要随他而去。毕竟变了，但是这些资料要不好好活下去。可是活在没有他的世界又有什么意义？我究竟是为了什么而活？死亡男 S。他连支线任务都有 BGM 没？好喜欢哦！那去找一下安妮莫宁小姐吧。啊 ，To be 卡，ちょうどいいところに来た。実は我々アンドロイド軍が太平洋に展開している空母があるんだ。航母。近々。補給に戻ってくる。理解。我々レジスタンスも補給作戦をアシストする。好的。君たちにもその護衛をお願いしたい。護衛任務吗？護衛。ああ。海岸沿いにある補給用のミサイルが準備されているんだが。所以是开着战斗机吗？機械生命体たち、最近活動を活発化させているから、警戒はしておいた方がいいと思ってね。附近的生物最近变得有点凶猛。もちろん夜ハブ隊から指令があればそちらを優先してもらって構わない。はい。頼むぞ。理解。收到了。这是主线任务吗？还是安妮莫宁小姐自己想要的任务啊？好像是她自己想要的任务哎。你认我来了，忧伤的情绪变少了呢。好了，我也交出照片了。接下来该是快速存档，然后带给爆门福利的时候了。哎呦 Oh my gosh， 靠赞了呀。哇，今天的福利很早哎。你看他的短裤也坏了。好了，我的血量应该补回来了齁。不知道刚刚喝了多少补品哎。我身上的补品有喝补品吗？需要喝啦。刚的血不到一半。好，那我的任务在抵抗军的地方已经解完了。接下来我想先去找小孩。小孩失踪是一件很可怕的事情。所以我刚刚是不是说我要用传送？不能用传送。对，我想起来了。我们今天过去好了。我也好奇这个商店，艾米尔商店。这个好像就是我的那个过场动画的那个角色，对不对？虽然我没有玩过一代，但是那个角色真的很常出现，所以导致我记得他的样子。所以我们是要到这里。话说航母的任务是什么啊？对不对，航母的任务我们是要在这个地方吗？感觉是新的区域。航母一定是在海上，对不对？这附近哪里有海？工厂区吗？工厂区是靠海的。对耶，可能是工厂区。哇，今天这集episode就是一直看着屁屁。为什么那些鹿一直跑啊？是在害怕什么东西吗？啊，好美的画面哦！哦，出现了。我上次说他们是鸟，对不对？他们比较像袋鼠啊。有一个爆，哎呦呦，两只很凶的袋鼠。然后那个又是什么？你没有看见吗？一台奇怪的机器飞过去了，是那个在跑步的机器吗？水手ボンド射撃による強制停止。好。来喽！翻车了 ！Hello， 特炸日、啊，就是你。
好痛哦！你是之前那个？很抱歉，之前吓了一跳，然后就跑了。我叫做艾米尔，如你所见，我正在经营这间商店。不嫌弃的话，要不要买一点什么啊？好可爱哦！我可以卖点什么东西吗？他的 BGM 好可爱哦！这个是一代的彩蛋吗？他在一代是什么样子的角色啊？有没有 Bob 知道啊？鹿肉可以卖吗？啊，可以，那就鹿肉卖掉吧。猪肉也可以卖。好的，这些可以卖吗？可以，这些可以卖，这都是卖钱的。哇、哦，好赚哦！这些应该都用不到，对不对？哦，超赚的，我超有钱。这个要留着吗？上面写说可在商店换成金钱，应该就是没有办法用，对吧？那我卖掉咯。我超有钱哦，没有感情也没有欲望，你说钱吗？我有欲望啊。哦，他是卖晶片欸，感觉好像很猛欸。嗯，所以他都是卖晶片咯，他是晶片商。理解理解。我要买晶片吗？还是先存下来好了。你很可爱，我喜欢你，欢迎再度光临，走过路过不要错过。你问我住在哪？我没问。妈，我住在很深很深的地底，随时欢迎来玩哦。好哦，拜拜。他的车是喇叭车耶，有点像是拔布拔布的那种感觉。他在旁边播歌也太可爱了吧。我们去找小孩，我们去找小孩。我来了来了。哎呀，トゥビー気をつけて、近くに敵の反応があります。嗨，那个小朋友在哪里？あそこ。好，找到了。哎呀，不要欺负小孩哦。解决。他穿着学生服哎，好可爱哦。不，长得有点不可爱。怖かった。もう大丈夫だよ。大丈夫だよ。他在哭哎，他的嘴巴还歪一点。早く戻ろう。画上去的吗？別の敵が来るかもしれない。护卫任务吗？哦，叛逆期的孩子。回去哦。そんなダダをこねないで。都救了你一命了。トゥビーどうしよう。こんな小さな機械生命体の相手をしたことなくて。搞不好他比你还老哦。私にもわからない。はい。わからない。行ってるそばから来ましたよ、トゥビー。那个方向吗？好。啊。是个吃醋的孩子哎！啊，的确常常会发生这种事情哦。啊，他受了一点伤，但是看起来应该是没有大碍。哦，干嘛？気は済んだ。お母さん。心配してたよ。だから僕たちが来たんだ。心配。一緒に帰ろう。一緒に。天哪，你看这个风景，这个屁屁。怎么能够每一集都这样子吗？谢谢你们，帮我把孩子带回来。他有裙子哎，上面还有涂鸦哎。这孩子真是的，尽是让人担心。那个，请不要太责怪他。妈妈，妈妈，别哭啊！你知道我有多担心，多担心你吗？对不起，你别哭嘛。妈妈也很抱歉，说得太过火了。好了好了，你先回家吧。妈妈还得向他们道谢才行。好，谢谢你们，人造人们。啊，可爱。拜拜。我完全不知道那孩子到底在想什么，从来没有想过原来网络分离之后状况会如此艰难，一年到头彼此误会，但是正因如此，像这样能够互相理解时喜悦非常的庞大。真的非常谢谢你们带那孩子回来，虽然称不上谢礼，但是请收下这个。哦，
好多钱钱哦，谢谢你，拜拜，要一起，要一起生活下去哦。在没有网络的状态下彼此理解好像不是很容易，不过看他们这样子是还蛮开心的。我喜欢这个 BGM， 我真的好爱这个 BGM 哦。之前带姐姐妹妹回来的时候也是这样子。欸，Q B 刚刚是在反抗吗？ Q B 真的在反抗我看他，欸，对不起。你在做什么？我在做每个男人都会做的事啊。我看一下，我们的任务都解完了对不对？我真的好爱这首 BGM 哦。我们到这里吧，这里好像是安妮莫林大姐的任务的样子。这是一个，哦，这是一个传送点，不过它盖在上面，所以重叠在一起。好，看样子我们剩下这里，剩下这里的任务就在附近而已。好，希望这个 BGM 一直陪伴着我们哦。这画面真的太美了，你看，超赞的，喜欢喜欢。今天真的是福利的 episode 哎，是在这个地方吗？崩塌的下水道，我有开灯吗？有，我有开灯。这是任务点吗？是吗？突然之间好安静哦。我知道这里有一个下水道，哎，这应该是贯穿整个都市的下水道，是不是？所以我要从……哦，好滑哦！哎呀，所以我要从下水道直接到……哦，好酷哦！哎呀，直接到外侧的海岸吗？哇，水好急哦！好像是在这里的样子，然后左转吗？这会通到哪里啊？我没有来过这里耶，新的区域。你们又在做什么？哎呀，还有一只，结束。那个我没有来过的区域，这是哪里啊？我们从这个地方绕了下水道到这个地方来，右边这个地方是工厂，所以这一片应该是海喽。理解。那先来存个档好了，解锁地图情报，储存。所以接下来往哪里走？一个新的区域，欸，废弃都市的后侧吧。酷，我看见海了，在前面。这地方好美哦，整个城市都沉到海里面了，有没有像是明天过后的画面？沉默都市，所以沉默都市是在废弃都市的后方了，超漂亮的这地方。所以我们的目的地应该是在正前方哦，前方不远处有敌人的反应，有几只机械生物，先暂时别理他吧。是在这个地方吗？この辺りは前回の大戦争の時に地盤が破壊されてしまって町全体が沈下しつつあるんですよね。一只，前面这个东西应该就是我们要去的目标了，是不是？这个东西是安妮莫林大姐他们弄的，太大一台了吧？防衛対象のミサイルを発見。あれを守ればいいのか。我以为是小小的，哦，这是袋鼠。倒してお風呂に入りましょう。トゥビ。アンドロイドは風呂に入る必要はない。奶子是在约我洗澡吗？メンテナンスさえあれば問題ないはず。你在约我洗澡吗？気分ですよ。気分。我要。
我要加加。是带血。太太太，超有力的带血脚。他们也没有在攻击飞弹啊。解决大击了。剩一只，剩一只。看上去是一个很简单的任务哎。戳戳戳戳戳。解决。哦，有更多只。哇，好大一只哦！这个要先解决才行。太，平常我们都是在战斗机上面打这只的，第一次在平地接触才知道这个东西那么难缠。先打小只吧。哇！太，这攻击很痛哎，可以把它轰下来吗？剑气打不掉。是要飞过来了吗？没有，他就是在远距离支援，他快挂了。最后几下，下去吧。Level 20，二十等，漂亮的数字。これでこの辺りの機械生命体は概ね排除できましたね。完成了吗？总觉得事情没有那么简单。你看。Ruby、9S。哦，司令官呢？緊急指令だ。はい。君たちも知っての通り。我々が保有する空母が補給のために寄港予定だ。しかしその空母が機械生命体たちの攻撃を受け、はい、抗戦状態に入っている。すでに廃墟都市方面に駐留中の全ヨルハ部隊に連絡をしているが、君たちにも援護に参加してほしい。マップデータおよび飛行ユニットを転送する。以上。はい。要開戦鬥機了。好一陣子沒有開這個玩意兒。本当に人使いが荒いですよね。あ、はそういうことができる人じゃないとリーダーは務まらない。的確。なるほど。はい。你要是队长哎，走吧。所以是要去支援机械部队的哦。保护一个 Nias。一下。敌人看起来好像伤害都没有很高，而且我发现 Nias 不会自己用保护盾。身为他的小姐姐，我们只好帮他上保护盾。这有办法挥掉吗？可以。保护他是我们的职责。太多敌机了吧、不停的变身哎、帅哦！又两只，哎呀！左侧，太多了吧？超爱这款游戏的空战，看到了，超多只哎！こちら空母ブルーリッジ2。はい。この通信が届くアンドロイド部隊支援要請。現在我々は敵軍の攻撃を受けている。護衛艦は大変行動不能になった。手持ちの支援機で応戦しているが、押されている状態だ。繰り返す。大型の敵、反応あります。南西の方角、距離 2.8km。はい。前方。第一次看到敌方的战舰，大一台哦。我们是不是有巡弋飞弹可以用啊？哇，超大台，赏你一颗巡弋飞弹。哇，下面那个是什么？光波，回避。
飞弹吗？还没有射出来就被我们打碎了，再来一颗。呀，一下，回避。不错不错不错，看样子他只是比较大只而已。解决。敵飛行兵器の破壊を確認。これより周囲の警戒に行こう。手下来了。まだ大型の敵反応が残ってます。その敵は今破壊したはずじゃ。そんな、こんな大きな敵、侦查不到吗？会在海里面。哦。金鱼，盖欧卡，是盖欧卡，好多眼睛的盖欧卡，他先把航母咬成两半哎，有点像是虫王哎。機械生命体，こんな大きいの、痛い、見たことない。何しろ EMP 攻撃で接近を防いでるのか、なんとか別の方法で攻撃しないと。 EMP 是防护罩的意思吗？它本身自带防护罩。直接攻撃場に乗りました。でも敵の発生する電磁波明細で照準が不安定になっています。発生源を突き止めて破壊してください。簡単に言う、はい、すみません。でもよろしくお願いします。EMP 発生機の位置を確認。マップにマーク。推奨 EMP 発生機の速やかな破壊。所以我们现在是要去摧毁这家伙的防护罩是吗？不然雷射没有办法顺利攻击。导弹。哇！天啊，这连音效都配得好好哦。这游戏的 BGM。天哪！から敵の情報を入手。情報を開封して。巨大機械生命体は320年前に確認された。320年前唯一の記録。上陸後に超超強力電磁波攻撃を敢行。当時の戦闘では護衛部隊のレジスタンスが全滅。つまり上陸を阻止しなくては再び惨劇が起きる。その推論を指示。它是灭尘武器啊。这东西也是外星人做出来的吗？太多只了吧。太中间好像打不透，是要打下方的弱点。解决。光这个防护装置都有这么多攻击的方式啊！妨害電磁波の消失を確認しました。衛星レーザー攻撃着弾します。哇！被弹开了。为什么？本体にも電磁波防壁があるのか。双层的。双层的防御。苦戦しているようだな。是谁？夜波部隊。支援部隊。北部 12C 防衛本部から派遣された傭兵部隊だ。はい。私は隊長の 4B。ここは我々に任せろ。はい。他长得有点像是 A2 欸。改良机种吗？ルビー。はい。ここは増援部隊に任せましょう。僕に考えがあります。場所をポイントしました。そこで合流しましょう。はい。剩下的交给你们了。加内。好多台哦。ルビー、ここには
沿岸防衛用の迎撃砲が敷設されています。あの怪獣も近距離からの物理砲弾なら EMP の影響を受けずにダメージを与えられるはずです。了解。 EMP 只能够挡得下电磁炮之类的东西咯，是这个吧？哦，这画面。僕が照準をアシストします。はい。是不是要发射就好了吗？敵の外壁が分厚すぎてこの砲弾じゃ。トゥビ。はい。敵の内部に直接攻撃をするんです。理解。直接。そうか。そうです。やつの口の中に。砲弾を打ち込んでやってください。漂亮。解决了吗？有这么简单吗？能够打得中他的眼睛吗？毁掉了吧？他其实看久了有点可爱，你觉得吗？有点可爱可爱的感觉。再一发。哇，这武器好帅哦！好帅呀！挂掉了还是？站起来了，站起来了！真的是盖欧卡哎，他有翅膀。まずいですよ。電池傷害。ここを離脱しましょう。電池攻撃。大丈夫ですか、トビーさん。パスカ。我就知道，你会信任你们。あの巨大な機械生命体は過去に廃棄された兵器。アンドロイド殲滅用として開発されたのですが、制御不能になってしまって。はい。当時は私も機械生命体のネットワークに組み込まれていたから覚えているんですが、上陸した途端に暴走し、敵味方関係なく攻撃を始めたんです。已经失控了是吗？結局我々も暴走を止めることができなくて、深海に投棄されたのですが、再び上陸を試みているようですね。そうか。ちょっと思いついたことがあります、はい、ここで怪獣を食い止めておいてください、うん、頼みましたよ。パスカーという地方不会危险吗？ 9S が戦線から来た、うん、脱走兵として司令部に登録することを。ダメ、きっと 9S には考えがない。予定だったミサイルを使用できないか試してみます。コントロールを妨害されないよう敵の背面にある EMP 攻撃ユニットを破壊しておいてください。理解。了解。另外一颗吗？肚肚吗？他有这么多个哦，本体有四五颗 EMP 核心，有六核心，ヨルハ部隊の捜索と救援部隊を編成しろ。トゥビ、
9S 死ぬなよ。沧海支配者醒来了。 9S 呢？ 9S 应该离爆炸的地方有点距离，应该没事吧。超大一次，这东西要盖多久，要建多久才有办法把它给盖起来？然后我的裙子怎么回来了？こちら 2B、応答せよ。オペレーターより 2B。 はい。 2B さん、大丈夫ですか？現在ボディチェック中。基本機能に問題は見られず。よかった。それよりも状況を教えてほしい。わかりました。海岸に襲来していた超巨大機械生命体ですが、8時間前の 2B さんたちによる攻撃によって停止しました。8小時前。各地の通信施設が EMP 攻撃の影響で使えなくて、現在復旧が遅れている状態です。データアップロードができなくなっているエリアもありますので注意してください。はい。 9S はどこに？それがかすかなブラックボックス反応はあるのですが、現在地を特定できていません。ブラックボックス反応があるのなら生きてるはず。 9S の捜索を開始する。司令官に許諾申請を。司令官からはすでに残存ヨルハ部隊の捜索を優先する命令が出ています。 9S さんをお願いします。了解。9S イエス。ポット、付近のブラックボックス信号を検索。不是 9S。这个是ブラックボックス信号検知できず、微弱なブラックボックス信号の検知。这是 C 部队的对吧？特殊なスキャナー。有办法回收是不是？キャンプで使用実績あり。推奨。レジスタンスリーダーからの情報入手。はい。了解。前面要去找安妮穆宁小姐吗？这是不是第一次 9S 不在我身旁啊？对不对？感觉好奇怪哦。附近讯号中断了，有几处我曾经调查过的地方，抵抗军一定没有办法。从中间过去吧。真的有几个地方断线了。千万不要出事啊！营地的方向是这里吗？有敌袭、是因为开启了保护措施，所以各地的设备才没有办法使用，是吗？营地的方向应该是往这个地方走。话说，帕斯卡没有事吗？他一只这么小的机器人，有办法撑得过去吗？谁都不要给我出事啊！已经先回来了，没有哎、大姐。何か用か？微弱なブラックボックス信号を検知できる特殊なスキャナーを探している。特殊なスキャナー。ああ、奴らが作っていた機械か。はい。ちょうど遠征から戻ってきているな。可以借我用一下下吗？そのあたりに赤い髪のアンドロイドがいるから、そいつに聞いてみろ。好的。红发人造人、怎么了？赤い髪のアンドロイドは。いや、何でもない。什么？红发人造人？红发人造人，找到了。是两个女生呢。なんだお前。そんないきなり喧嘩腰はダメじゃない、ポポル。ポポルは不用心すぎるんだよ。ポポラ、还有迪巴拉。ごめんなさいね。何かご用でも？我正在找扫描器。微弱なブラックボックス信号を検知できるスキャナーを探している。看过的角色。ああ、そういえば前にそんなのを作ったな。こんなのでよければやるよ。
そのチップをセットすれば創作の手助けになるわ。感觉波波拉就是无口属性。ブラックボックス信号以外にもクエストで指定したオブジェクトや、哦，正是我需要的东西。そういうものに反応して音を出してくれるから。那也是珍贵的资源。奪いたいときは外しちまえ。他にも必要なものがあれば聞きに来てね。好哦。あんまり私たちと仲良くしない方がいい。他们两个一大一唱的。デボル。可爱。得到了辅助集成式扫描 scanner 是吗？所以我需要把 scanner 装上去。我现在紧张到没有办法享受现在的 BGM。扫描，感测到之后发出超音波，不理解，所以我该如何使用这个 scanner？ 这样子吗？这样子吗？哦，这样应该是没有东西吧？这个要一直按着哎。那要是。不是。生命活動の継続を確認。はい。ポット、チェックモジュールとロンリーウイルスワクチンを。信号はバンカーに送ったから、救援はすぐに来ると思う。所以那个病毒应该有点像是强心针哦。我々は同行していた夜破棄隊、ラインエースを捜索している。情報があれば提供してもらいたい。どんな情報でもいい。お願い。はい。ラインエース。あなたと一緒にいた男の子、あの子なら、確か爆発時に飛ばされてた。音楽は落下予測地点のデータを渡す。はい。ありがとう。救援部隊が来るまで安静にしていて。目標地点の情報を入手。マップにマーク。救援部隊太久了吧？已经八个小时嘞。所以。地图，所以这个位置吗？坏了坏了 ！No yes no yes no yes！ 哎，这个 NPC 不见了，千万不要出事啊！一下，下面那个家伙很难缠，尽量避开。我发现他的头。他的头不是尖尖的嘞，前面这是道士，是这里吧？ここが 9S の落下予測地点。微弱なブラックボックス信号を検知。地下洞窟内方向からの受信。所以为什么 9S 会到这个地方来啊？开个灯，切换个模式，开灯。飞弹的画面看起来好爽哦！再切回来，搜寻个，应该就在前方不远处了，很近了。又是这个 ？Noyes， 不是，怎么又来了？上次来的时候还没有这些东西的。Nias， 前面吗？而且为什么机械生物抓到人类的不抓到人造人的遗骸都要这样子弄啊？真的是很残暴哎。没有搜寻到。报告，被这个吓到。9S の信号が発信されている位置から遠ざかっている。道を間違えたか。戻って別のルートがないか調べよう。远离？是这个拐弯吗？这里吧。9S， 你在这吗？こんな奥まで。9S が入ってきてるのか。警告。敵の罠の可能性。罠でも構わない。陷阱无所谓。
湿湿的。 2B 觉得很困扰，什么鬼地方？什么鬼地方？不会又是那两兄弟搞的鬼吧？复制城镇，哎，好眼熟哦，是伦敦的某个地方吗？ナヤス。ここは一体。現地。ケイ素と炭素が含まれる結晶状の物質。人造人。詳細についてはデータ不足のため不明。誰がこんなものを。不明。超大批的人造人哎。ナヤス。不是。这么多只总部一点直觉都没有。どうして死体が？ヨルハブ隊員が自力で侵入した可能性は低い。予測。意図的に敵によって配置されている。所以是他们抓过来的吗？活着的。Nice。是吗？道具。该死。我还有讯号的时候，这个方向吗？这个是看起来超像伦敦的某个地标的，风快动起来了。路，后面的路也被堵起来了。亚当，ようこそ我が街。穿衣服了。他脸认不出来是你，小王呢？私は私たち機械生命体は人類の共。这家伙真的很有毛病。愛や家族、戦争や宗教、人類の記録を読み解けば、他に例を見ない複雑さに魅了される。学習人類吗？この町はそうした人類への渇望が生み出した場所の一つ。君たちアンドロイドの墓場にはもったいない。崇高な場所だろう。你想干嘛？私たちは人類の特徴を学び、模倣する。あるものは愛を、そしてあるものは家族。そして私は気づいた。人類の本質は闘争、戦い、奪い、殺し合う。それが人間だ。そして。人類を語るな。崇拝する人間たちのことは悪くない、気を悪くした。だがそれが真実。私は人類の本質に到達した。ネットワークにつながれた私たち機械生命体。だが無限に続くデータ、性の実感は真だ。理解できない。这家伙，だから私、其实静态有点帅。命を懸けて戦うことにした。现在又在干嘛？ネットワークから自分を切り離し、他也分离。殺し合おう。所以他现在联络不到夏娃吗？他现在才要动真格是不是？又是这招。哎呀，他的攻击方式跟第一次遇到他的时候很像，中间是吧？没招应该是反弹伤害。中间，
扎扎实实的。等我一下。把那亚斯还给我。ナイエスを探す。ナイエス。再蛮好笑，笑完之后跌倒。たまらないよ。家伙真的很 M 哎、欸，很爆，飞起来嘞、欸。有点超出人造。ナイエス！好痛啊！真的很有病哎！君のために用意したんだよ。戦うためには。それにふさわしい理由が必要だろう。要接吻了，要接吻了。貴様、殺す！そうだ。その感情、憎悪だ。还学习人类的情感了。他这个坏掉了。来，革命！现在才动真格吗？这个方向，消失了。太，好看。啊！楽しませてくれ。压下！中间！压下！进去一发！一下！压下！三秒后退，太，被包住了，被包住了。西克，啊啊啊！啊！哦！暗くて冷たい。真的解决掉了吗？还是？感觉。ナイエス。那是不是没有办法上传记忆啊？向往人类植物，好像亚当呢？我想去补刀，亚当不见了。ナイエス，上传，还上传。帰ろう、ナイエス。我来救你啊！我来救你哦！
天哪，今天真的是满满的祖先耶。这样子亚当就领便当了吗？そうか。ナインエスは大変だったな。言われた通り、ボディごと君たちの司令部に打ち上げておくよ。麻烦了。ありがとう。え、何か君の口からそんな言葉を聞くなんて意外だな。就回了，我喜欢的人怎么能够不道歉呢？まあいいさ。あと伝言がある。はい。君たちの司令部が連絡を欲しいってさ。わかった。Alright， 今天的妮亚差不多该按到这了。希望宝宝们喜欢今天的妮亚，自动人形。如果喜欢的话，こちら 2B 司令官につないで。はい。2B さん、了解しました。ちょっとお待ちくださいね。はい。2B か、敵機械生命体。コードネームアダムの破壊。ご苦労だった。分析の結果、真的成功击倒了吗？奴らのネットワークシステムの半数をアダムが管理していたことが判明した、はい、ネットワークを破壊された機械生命体は弱体化するだろう。司令官、ナインエスは？ナインエスはこちらでデータオーバーホールを行う。問題がなければまた君と同行してもらう予定だ。よろしくお願いします。太好了。ナインエスが動けない間、君には別の任務を頼みたい、はい、内容をメールしたので確認してくれ。了解。アクセスポイントからメール受信の連絡。 Alright， 今天的妮亚自动人形差不多该到这了。希望宝宝们喜欢今天的妮亚自动人形，如果喜欢的话记得可以留下一个大大的喜欢让我知道。那么我们下一期再见咯。 See you guys， 拜拜。